皆さんこんにちは、リコです。コロナ禍で生活が困窮している住民税非課税世帯への10万円給付について、本編は申請前にしておくべき準備の内容をお伝えしていきます。ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の目次はこちら。ではまず給付金の対象者から見ていきましょう。まず非課税世帯10万円給付の対象者についておさらいしていきます。こちらが内閣府公式のリーフレットになり、対象者について簡潔にお伝えすると、住民税均等割非課税世帯、もしくは令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯の2つのパターンがあります。あくまでもこちらの給付金は住民税非課税世帯を対象とした給付金であり、その後対象者が拡大しましたので、住民税非課税世帯もしくは家計急変世帯どちらかに当てはまっていれば給付対象ということになります。家計急変世帯とは、2つの条件を満たしている必要があります。1つ目、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと。2つ目、令和3年分の住民税均等割が課せられている世帯全員のそれぞれの年収見込み額が住民税均等割が非課税もしくは水準以下であること。こちらの2つの基準を満たしている必要があり、判定方法については新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したことが大前提となっています。そして令和3年1月から令和4年9月までの任意の1ヶ月の収入を年収換算します。こちらに記載されているのは東京都の例にはなりますが、単身世帯扶養している人がいない場合であれば収入100万円以下、経費や控除を引いた所得で見ると45万円以下となっています。続いて申請の有無について見ていきましょう。申請が不要な方は住民税非課税世帯もしくは生活保護世帯となります。申請は不要ではありますが、自治体から確認書が送付され返信するという流れになります。一方、申請が必要な方は家計急変世帯となり申請が必要となります。何度もお伝えしていますが、大まかな情報は変動しないですが、各自治体により詳細は変わってきます。あくまでも参考程度に見ていただけたらと思います。それでは非課税世帯の準備しておく書類を見ていきましょう。先ほどもお伝えした通り、住民税非課税世帯は申請が不要となり、各自治体から確認書が送付されます。非課税世帯の場合、用意しておくものはあまり多くはないですが、その確認書が届いた際に必要になってくる書類がある方もいます。確認書には令和2年の定額給付金を振り込まれた口座が記載されています。定額給付金を受け取った口座で OK という方は、確認書の受給者記入欄に記入をし、返送すれば完了です。もし定額給付金を受け取った口座と違う口座を指定したい場合、準備しておく書類があります。まずは金融機関名、支店名、口座名義に口座番号がわかるキャッシュカード、もしくは通帳の写し、それに口座名義人の氏名、住所がわかる確認書類の写しの2つの書類が必要になると思われます。本人確認書類には以下のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートをはじめとする公的機関が発行する写真付き証明書、もしくは医療保険、非保険者証、年金手帳、学生証をはじめとする氏名、住所等が確認できる書類を準備しておくといいでしょう。病院や施設等に入院、入所している場合のケースについて、基本的に住民基本台帳に記載されている住所に届きますので、まだ確認書が送付されていないのであれば、郵便物の転送手続きを行うとスムーズかと思います。令和3年1月2日以降に現在の住所に転入した場合には、各自治体により対応が変わると思われます。江戸川区の例ですと、令和3年度住民税均等割が非課税であることを、江戸川区から全住所地に紹介確認でき次第順次確認書を送付いたしますとのことです。こちらに関してはお住まいの自治体の情報をチェックして、江戸川区のように自治体から確認書が送られてくる場合は待っていれば OK です。自ら申請する場合は申請書を準備しておくことになります。続いて家計急変世帯を見ていきましょう。家計急変世帯は申請が必要となりますので、申請書記載の準備と添付書類の準備をあらかじめしておくとスムーズにいくでしょう。
まずは申請書について、任意の1ヶ月で申し立てる場合、その年月とあり、収入が減った1ヶ月を記載する欄があります。ですので、あらかじめどの月で申請するのか、収入ベースで申請するのか、もしくは所得ベースなのか、おおよその段取りを立てておくといいでしょう。そして添付書類について、これは江戸川区の例にはなりますが、家計急変世帯は多くの自治体でこのような添付書類が予想されます。先ほどの申請書、申請・請求者本人確認書類のコピー、申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類のコピー、複数回転居された方は戸籍の不評のコピー、受取口座を確認できる書類のコピー、簡易な収入見込み額の申立書で記載した任意の1ヶ月の収入の状況を確認できる書類、または令和3年中の収入の見込み額のコピー、給与明細や確定申告書等が必要になります。キャッシュカード、通帳の写しや本人確認書類のコピーなど、どのみち必要になる書類はあらかじめ準備しておいた方がスムーズに申請が行えそうですね。ここまで住民税非課税世帯への給付金の申請で準備しておくべきことについてお伝えしてきました。未だ詳細が発表されていない自治体も多くありますが、ご自身が非課税なのか、家計急変世帯に該当するのかなどは把握できているのではと思います。その上で何が必要なのか把握しておくだけで申請時にはスムーズにいくかと思います。もし課税世帯なのか非課税世帯なのかわからない方は、区役所にて課税証明書を出してもらえればわかると思います。何かわからないことがありましたら、お住まいの自治体へお問い合わせてみてください。また最新情報が分かり次第配信したいと思います。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。ぜひ他の動画もチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。